ニコラス・ロバート・ニッキー・ショーリーは、イングランド・ヘイバリング・クロンフォード出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。レイトン・オーリエント FC で活躍し、2001年2月に、レディング FC に移籍。元ウエストハム・ユナイテッド FC 監督のアラン・パーデューに見出された。2005から2006シーズンにフットボールリーグ、チャンピオンシップ優勝を果たし、 クラブ史上初のプレミアリーグ昇格に貢献した。2006から2007シーズンも引き続き活躍し、プレミアリーグ初昇格で8位進出に貢献。レディングのファンによる同シーズン最優秀選手の投票では、イバル・インギマルションに次いで2位にランクインした。2007から2008シーズンは18位に終わりチームは降格が決定。2008年8月。 アストンビラ FC に移籍するものの定位置を確保することはできず、2009年11月にフットボールリーグチャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC、2010年2月1日にシーズン終了までのレンタル移籍でフラム FC へ加入することになった。2010年8月、ウエストブロムウィッチアルビオン FC へ移籍。2016から17シーズン。 ナショナルリーグサウスのハンガーフォードタウン FC に加入した。2007年6月1日、ブラジル代表との親善試合でイングランド代表デビューを果たした。ありがとうございます。